こんにちは、ステレオカメラの相葉です。今回ご覧いただいてますカメラは、ライカの人気コンパクトデジタルカメラボディライカ X になりますね。はい、一応ライカのですね、コンパクトデジタルカメラ、まあ、コンデジというわけなんですけれども、しっかりとですね、ライカ魂というものがきちんと受け継がれているカメラになりますね。きちんとウェッツラージャーマニーというふうに刻印がされております。搭載されたレンズがズミルックスの 23mm なんですね。23mm というと中途半端な感じがするんですけれども、このライカ X のですね、受光素子センサーですねが、APS-C というですねフルデジタルよりもフルサイズのデジタルよりも、若干一回り小さいセンサーを採用してまして、35mm 換算でちょうど 35mm レンズになるレンズを逆算して設計したというような感じになってますね。はい、ここにまあ 35mm と書いてあるんですけれども、普通に 35mm レンズを、使っていただく感覚で撮影していただけるというわけなんですね。一回り小さい、センサーだからといって画質がフルサイズより劣るということは、まあ、ありませんので、レンズを交換しない限りは APS-C でも全然不都合はないんですね。それを考えての APS-C の採用だと思われております。はい、しかもアスペリカルレンズ搭載ですので非常に写りは高精細で素晴らしいですね。はい、このあたりが本当ライカ魂と言われるゆえんだと思います。でもってオートフォーカスで、ライカレンズが使えるというのが非常にいいんですけれども、マニュアルフォーカスを使いたい場合はですね、このオートフォーカスからこのリングをこっちにクッと回すだけでマニュアルに切り替わるんですね。はい、こういったダイヤルとかをこう動かしたりせずにこのままクイッと動かすだけでマニュアルになりますんで、もう本当に直感的に操作することができます。しかもですね、この20センチまですごく近寄れるレンズですので、スナップだけじゃなくてですね、道を歩いててすごく植物とかをですね寄って撮ることもできるんですね。はい、ダイヤルは絞りダイヤルとシャッタースピードダイヤルがついてまして、まあ、両方ともオートにするとプログラムオートで何も考えずに普通にパシパシ撮れるんですけれども、絞り優先にしたい場合はこう絞りを動かして上げればいいんですね。逆に、スピード優先にしたい場合はスピード優先だけ動かすという感じの使い方ができるようになってます。はい、もちろん動画撮影ができて、こちら動画ボタンになってますね。これを押すと動画が撮影されます。まあ、電源入れますとですね、メニューは日本語でもちろん全て直感的に操作することができますね。はい。はい。プレビューもきっちりとこう見えてますね。非常にこの液晶がですね、もう高精細で非常に綺麗な液晶ですんで、これを見てるだけでもかなり楽しいですよね。はい。フラッシュもついてまして、このフラッシュが可愛いですね。カエルの目みたいで。いいですね。はい。でですね、一応、本個体は中古ということになってるんですけれども、ほぼほぼ使用感という使用感は感じられない感じですね。こういう軍艦部もですね、こういうサイドの部分、底蓋の部分もですね、全然擦れ当たりへこみとか見られませんので、かなり備品と言っていい状態です。こういうスレもありませんしね、角っこにも。はい、液晶ももちろんですね、傷ついたりとかしないで、このまっさらのままだと思っていい状態です。はい、バッテリーがこうついてますね。はい、カードはここに入れます。はい、カードはつきませんので、すいません、別にお求めください。レンズももちろんですね、擦り傷、ひっかき傷とかですね、コーティングの剥離や摩耗、中にですね、塵のほこりの混入もありませんので、非常に綺麗な光学をキープしております。はい、ですね。はい、光学機能について、全く難はありません。外観も使用感はほぼありませんので、気持ちよくお使いになっていただけると思います。
はい。でもって、付属品です。付属品はもちろん、キャップが付いてますね。それと、バッテリーのチャージャーですね。バッテリーはですね、今回2つ付いてます。はい。バッテリーのですね、元箱が付いてますね。あと、このケースですね。はい。それと、バッテリーチャージャーの、はい、アタッチメント。国内で使うコンセントと、まあ、この後ろにつけるんですね、こうって。はい。国内、ヨーロッパ、中東と、はい、ついてますね。はい。世界中どこ行っても充電できます。でもって、パソコンとかとつなげる USB コードですね。それと、こちらの、ストラップですね。純正のストラップで未使用です。はい。でもって、ストラップとかですね、こちらのバッテリーチャージャーを入れていただくための、こういった巾着がついてます。はい。旅行とか行くときにですね、バッテリーチャージャーをこれに入れていただくといいんじゃないかなと思います。でもって、さらにですね、こちらの説明書の類が全部ついてます。はい。日本語説明書がきっちりついてますね。日本語で全て解説がされているので、使用方法でお困りになることはないと思います。こちらが英語の、はい、説明書ですね。それと一応タンナンバーがついてるんですけれども、おそらく前のオーナーさんが、登録してると思うんで使えないと思っていただいた方がいいと思います。はい。それと、こちらの中の箱ですね。はい。はい。中箱がついてます。こちら、蓋と底面の両方にウレタンがきっちり入ってますので、このように、すっぽりと収めてお届けいたします。はい。はい。それとですね、前のオーナーさんがお持ちだった、このフードとですね、こちらの、まあ、社外品なんですけれども、フードとプロテクト、フィルター、こちらもお付けいたします。はい。そして最後に、はい、こちらの元箱ですね。よっ。はい、ちょっとでかいんですけども、はい、ライカ X の、綺麗な元箱がついてます。はい、ブラックの方ですね。はい、シリアルも一致してますので、正真正銘の元箱です。はい、こちら傷みもありませんので、かなり綺麗な状態でお届けすることができます。はい、かなり大切に、お使いになられていた、前のオーナーさんの品ですね。はい、ということで、はい、大変いい状態のですね、僕もおすすめのライカのコンデジです。ライカ X になります。ブラックのバージョンですね、大変備品の品になっておりますので、ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。